ントリーナンバー8番土屋美和さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。なんか春っぽいお見せ物で、はい、はい、そうですね。はい、ということで、まず早速入ってまいりたいと思いますが、まずは自己紹介からお願いいたします。はい、エントリーナンバー8番土屋美和と申します。私はアメリカのロスで生まれまして、オーストラリア、シンガポールと幼少期を過ごしました。で、7歳の時に日本に戻ってまいりまして、13歳の時に単身でまたアメリカに渡り、中学、高校時代を過ごしました。大学は日本の教育を受けるために、日本に帰国しましたが、大学卒業後は、5年間金融放送のアナウンサーをしておりました。その間、金融にもっと興味を持つようになりまして、金融の中心であるニューヨークに渡りまして5年間金融会社で働いておりました。日本帰国後はまた、全く違う分野の、おもてなし料理教室を主催しておりまして、現在は民間企業にて、カンボジアや、フィリピンなどの、プロジェクトに携わりながら、社会貢献をしておるところなんですが、これから、日本を変えていきたい、そして、日本のいいものを世界に発信したいと思い、この応募に立ちました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、かなり海外経験が長いということと、はいはい、あと金融の部分でですね、はい、まあ、だいぶ専門性を持たれて、仕事をされていたと、はい、でそれにとどまらずですね、いろんなところで、はい、まあ、活動されているということですが、はいはい、まあ、そもそもですね、はい、オープンエントリーに応募したと。で、私も公募候補でですね、はい、最初なんかやっぱ政治の世界入ってくるの怖いなとか、はい、なんか自民党ってちょっと怖いなとか思ってましたけども、はい、まあ、なかなか今までのですね、経験から言って、なかなかそういう選択肢を選ぶというようなイメージはちょっとないような気がしますが、はい、まあ、どうしてこのオープンエントリーを応募されたのか、その辺の動機についてなどお話をいただきます。はいはい、私自身、この1年間東南アジアに出張に行く機会がありまして、その際に日本とあと東南アジア後進国、まあ、新興国を比較した際に、この50年間の遅れっていうものをやはり感じまして、まあ、私自身まだ50歳じゃないので、その50年前の本当の姿、日本の姿っていうのは知らないんですけれども、やはり高度成長期に我々の私たち世代の親であったり祖父母であったりが上を向きながら頑張って一生懸命やってきた証なんだなっていうふうに思いまして、それを無駄にしてはならないなって、今後日本がどうなっていくかっていうのは本当に私たちにかかっているなっていうふうに思いまして、ぜひもっと日本のいいもの、そういうものを伝統などを継承したりとか、そういうものをしながら、日本を強くもう一回復活させたいなっていうふうに思いました。まあ、海外から日本を見たりですね、また途上国で活動されると、はい、まあ、改めて日本の凄さとか良さとかですね、そういうのがやっぱり実感されるんだろうなというふうに思います。はい、私はあまり海外経験ないんであれですけども、はい、まあ、でもあれ土屋さんなんかすごいお上品な関係感じがしますけど、何か、はい、ただならぬ家柄とかそういうこと、そういうのないですか。いや、もう本当に1階のサラリーマン の娘です。そうです、はい、すみません、全然関係ないアドリブを入れてしまいましたけども、はい、それでは、まあ、そういった中で、はい、まあ、動機のお話を聞きましたので、はい、まあ、具体的に、どういうことを実現したいのか、まあ、政策的なものなどをお話をいただければと思います。はいはい、まずは、日本の誇るべき製品、技術、文化の海外のアウトバウンドによるものづくり産業の復活ということで、このものづくり の定義なんですけれども、製造技術、そして生産技術を有する産業ということで、まあ、農業なども入ったりとかはしているんですが、まあ、カンボジアなりマニラなどに行っていますと、やはり貧富の差はあるんですが、その中で富裕層の方っていうのがかなりお金持ちで、で日本のそういうおいしい農作物とかお米とかそういうものをすごく欲しているんですね。でそこでかなりのニーズ、需要があるというふうに思いまして、やはり日本のそういういいもの、おいしいもの、農作物であったり、いいものであったりを海外に発信していきたい。で海外でそれなりにマーケットをして、それを発信することによって、またそれが日本に還流されることによって、日本経済をもっと活性化したいっていうふうに、思いました。はい、
じゃあ続けて2番3番とかありますので、はい、せっかくなので、はい、ありがとうございます。で、食育の推進なんですけれども、私自身、おもてなし料理教室を開いているときに、フードアナリストの資格を取りまして、で、やはり食というのは日常であり、この皆さん この体の細胞なり血骨なりが全ては食べるもので作られますので、そういう食育というものがやはり大切だなっていうふうにすごく感じましたので、ぜひもっともっとこれから TPP もありまして、食の水準などもどんどん安全基準なども落ちていってしまいますので、食を選択する力とか、そういうリテラシーっていう食のリテラシーっていうものも必要になってきますので、さらに今も食育の推進っていう法案ありますけれども、さらにそれをもっともっと根強く根深く深めていきたいなっていうふうに思っております。フードアナリストっていうのはどういう資格っていうか、どういうことをやるんですか。フードアナリストっていうのは本当にオールマイティで、食に関わることに対して全ての情報源となり、例えば本当にレストランのメニュー開発であったりとか、あとは企業の製品の開発であったり、またレストランでもそのメニューだけではなくって、その空間、こういうメニューにはこういう絵がいいとか、そういうオールマイティなことを含めて分析をして提案をしていくという、はい、それでは3番いきますか。はい、で、やはり今現在海外に行っているとまた比較になってしまうんですけれども、日本の若者っていうのがもうちょっと元気があってもいいんではないかなって、やはり電車とかに乗っていてももうちょっと目をキラキラさせていてもいいんじゃないかっていうふうに思うので、やはり若者が何でしょう、もうちょっと活躍できるシステム、そういう例えば若者が何かやりたいんだよねっていうふうに思った時に、例えば半年後に起業をしていて、でまた半年後に元の会社に戻っていられる、こう失敗しても後戻りできる、やり直せるっていう、そういう社会の仕組みというものをもっともっと作っていって、もっと若い人が自由にいろいろなことをできる、そういうシステムとかを作っていきたいなっていうふうに思いました。あとは貧困や格差社会などがありますので、その格差社会というのもやはり根源は教育であったりとかすると思いますので、教育のやはり機会の平等などをもっともっと増やしていきたいなっていうふうに思いました。女性が輝ける社会の実現ということもありますが、はいはい、どうやったらもっともっと女性が輝ける社会になりますかね。はい、やはりまだまだ日本は男性社会だというふうに思っておりますので、同じ能力が男女ともにあったら、どうしても男性の方が例えば管理職でも出世する可能性って男性の方がやはり多いとやはり感じるので、そこはもう本当に実力を対等に評価して、そういう、もう企業がそういう体質というか、そういうものを抜け出さないといけないので、もうちょっとそういうのを企業に啓蒙していくっていうこと、プラスあとはやはり働くこと、社会に出て企業で働くことだけが日本女性が輝くことだけではないので、そういううちで、子供家庭を守るということも輝く一つなので、その女性が自分のライフデザインをこう自由にできる、そういう環境を作っていきたいなというふうに思っています。そうするとあれですね、社会保障のところをカチッと、特に若年層、若い人たちのところは、はい、もっと充実をさせて、あと雇用の流動化じゃないですけども、はい、あっち行ったりこっち行ったり結構自由に動けるようにするっていうのは大事なんでしょうかね。そうですね、はい、やはり社会保障っていうとどうしても医療であったり、年金であったりと、お年寄りというかご年配の方がやはりクローズアップされてしまいますけれども、やはり若者支援っていうのはやはりすごく大切なことだと思いますので、もっともっと今後日本の未来を背負っていくのは若者なので、もっとそういうふうな場面で若者が活躍できる社会をどんどん推し進めていきたいなっていうふうに思っています。途上国なんていくと、我々よりも本当に環境が恵まれてなかったり、はい、貧しい中で、でもなんか将来に希望を持って目がキラキラしてるってありますよね、はい、うん、
で、まあ、多分、まあ、それは若者によるんでしょうけど、まあ、我々特に男性おじさんが目が死んでるから若者は目が死んじゃうのかな。いやでも、はい、僕はね、あのいろんな人に今話してるけど、やっぱりね結構日本の若い人すごいですよ、はい、うん、本当にそういう可能性はね、あの信じられるなというふうに思ってますが、はい、それではですね、いやこれもあのいいお写真です ね、 ね、ありがとうございます、すみません指長いですね、あ、そう、手が大きいだけなんです、はい、もう指、まあまあいいですけど、はい、はい、それではですね、はい、今政策の話を伺ってきましたが、まあ、はい、もしですねこれでじゃあ正常世界に実際 入ったらですね、はい、どういうことをですねやっていきたい、まあ、今政策の話をされましたけども、はい、まあ、これから後半戦5月ですよね、5月入ったら投票になると思いますので、まあ、そういったことも含めてあの視聴者の皆様に訴えたいこと、はい、どうぞやっていただいて、はい、そうですね、私自身はあの政治に全くあの無縁のところで今までやっておりました。ただ、民間企業で、そして今まであのおもてなし教室などを開いておりまして、おもてなしの心という、そういうあの日本の大切な、そして美しいものを、持ち合わせながら、仕事をやってまいりましたので、それらを武器に政治の世界でもこれからやりたいことたくさんあるんですけれども、その中でやはり政治に風穴を開けるべくやってまいりたいと思っております。で、私はやはり伝統文化の継承、そしてそれらを新しい価値にして、それを世界へ発信したいというふうに思っておりまして、まあ、今回あの北海道補選でもあの和田さんが当選されましたけれども、和田さんともあの私自身経歴や政策なども被るところがありまして、あのぜひ和田さんに続くべく、あの民間企業者の現場主義の人間が政治の世界で頑張っていけるということをあの証明していきたいというふうに思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。